はい、こんにちは。比較ゲームズです。今日もウィニングイレブンアプリ2017やっていきます。今日もですね、スカウト確定組み合わせのご紹介です。で、視聴者さんからのリクエストで、ケビン・カンプル選手の紹介をしていきたいなと思います。僕、この選手ちょっと知らなかったんですけど、すごい銀の中でもおすすめの、セントラルミッドフィルダーということで、視聴者さんから紹介していただいたので、確定スカウト紹介したいと思います。はい。でですね、こんな選手です、ケビン・カンプル。スロベニア出身で、レバークーゼンというチームに所属しています。で、年齢としては26歳、178センチと。で、どこでもできますね。すごい、前線であればどこでもできるユーティリティなプレイヤーですと。で、能力は割と平均的に高いと思います。ボールコントロール、ドリブル高くて。で、まあ、スピード、キック力、スタミナもありますと。はい。で、この選手をおすすめしていただいた、ポイントとしてはスキルが結構あって、シザース、エラシコ、時空ラターン、アクロバティックシュート、ヒールトリック、ラボーナ、闘争心と、この銀でこのスキルの量は結構すごいなと思ってます。なので、能力値以上に試合では使いやすいとかってこともあるんじゃないかなと思っています。はい、そんなケビン・カンプル選手の、スカウトの紹介していきたいなと思います。はい。で、まずですね、今日は、パターン C まで3つ紹介したいと思います。はい。で、まずパターン A はですね、2個で確定です。出身スロベニアで、チームがレバークーゼン。以上でケビン・カンプル選手確定になります。で、ただ、レバークーゼン僕あんま見たことなくて、多分実装はされてると思うのと、僕は見てない間に出てるだけだと思うんですけど、レバークーゼンは、高騰してるっていうよりあんま見ないなって印象はあるので、そういう意味ではちょっと入手難しいんじゃないかなとは思うんですけど、レバークーゼンとスロベニアがパターン A で確定になります。はい。で、パターン B はですね、レバークーゼンしか持ってないというパターンの場合で、1つ目がレバークーゼン所属チームで、2個目がポジションセントラルミッドフィルダーで、最後はですね、優れている能力ドリブラー、ドリブル、つまりドリブラーで確定になります。はい。で、最後ですね、レバークーゼンは持ってないけどスロベニアなら持ってるというパターンの場合はですね、まず、出身スロベニア、セントラルミッドフィルダー、ここまでパターンに、B とすごい似てます。で、最後はですね、いくつか選択肢あって、優れている能力ドリブラー、もしくは瞬発力、もしくは所属リーグその他ヨーロッパ、もしくは、プレッシングセーフティーっていう のでもいけます。この4択で確定になります。はい。なので僕としては、パターン C が圧倒的におすすめで、スロベニアもそんなに高くはないですし、セントラルミッドフィルダーと最後はもうなんかいろいろ使えるので、いろいろ手に入りやすいと思うので、パターン、個人的にはパターン C がすごいおすすめかなと思います。ちなみにですね、僕も確定のスカウト今現時点で保持していて、で、それ何かっていうと、まずスロベニア、セントラルミッドフィルダーと、で、あともう一個は僕ちょっとドリブルも瞬発力もその他ヨーロッパも、ごめんなさい、瞬発力ありました、あるので、この3つをやってみると、はい、ケビン・カンプル選手確定になります。か、瞬発力、これ多分僕最近手に入れたんだな、まあそれはいいとして、瞬発力でもいいですし、プレッシングセーフティ、これでも、確定になります。はい。という感じで、ケビン・カンプル選手、最後のが僕的に、まあ僕の手持ちがそうだったっていうのもあるんですけど、そんな感じで確定にできますので、ぜひ狙ってみてください。銀の中でもすごい選手、強い選手だと思うので、僕ももうちょっとスカウトで余裕出たら獲得して使ってみたいなと思います。はい。ということで今日の動画以上で終了になります。また違う選手もですね、ぜひ紹介してほしいということがあればコメントいただければ、できる限り対応させていただきますので、コメントお待ちしております。はい。ということで今日の動画以上で終了になります。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。